私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。明日の歌コン紅白裏話特集に石川さゆり、天童よしみ、氷川きよし、水森かおり、山内圭介ら。1月18日日、午後7時57分から NHK 総合で生放送の歌コンに石川さゆり、天童よしみ、氷川きよし、水森かおり、山内圭介らが出演する。今回は紅白裏話をたっぷりお届け、氷川きよしは美空ひばりの名曲への思いを、水森かおり天童よしみ山内圭介はスペシャル企画の舞台裏を明かす。石川さゆり派、2021年11月に永眠した作詞家北条忠に捧ぐ歌唱。IKKO が去年一番感動した歌とは？さらに麗華優子と家入レオも登場する。氷川きよしのストーリーをお聞きください。今夜もキーアイホリック。からきよしさんを育んだ地のぬくもりを感じてから。皆様、こんばんは。2日間4公演を福岡サンパレスで、きよしさんがコンサートを開催されますね。きよしさんは福岡に全乗りされているでしょうか？全乗りされているお友達の Y さんから、早速にホットな現地情報をいただいて。ピリオド。そのことはコンサートから帰宅して改めて書きますが、時の流れを感じる出来事もありました。私は5日早朝に出かけて、昼夜に公演に参加させていただきます。き、旅支度を少しずつしていて、と言っても大したものではありませんが、ここに来て、明日も遅くまで仕事になりそうなので、仕事先のターミナル駅の上にあるホテルに泊まった方が良いかしら？と、差し迫ってバタバタしていました。感。直前割引以降 GoTo トラベル深夜に帰宅して早朝にまた出かける場合のタクシー代もろもろを考えたらお釣りが来るお値段でしたし、母にも早朝にバタバタされたら気が気じゃないし、6時でもまだ暗いから物騒とうるさく言われてしまってしょう、しょう。よく堺のゆうさんに、きよしさんのことで忙しくなると、そこにめがけているかのように仕事も忙しくなるみたいですねと言われるのですが、本当にそうだなぁと今回改めて思いました。きよしさんのプラスのエネルギーがお仕事にも及ぶのでしょうか？ありがたいことですから。というわけで、ポップスコンサートのライブレポとは、やっぱりゆったりした時間の中で、魂をあの空間に落とし込んでじっくり書かせていただきたいので、福岡コンのご報告の後にさせてくださいね。再放送が24日、30日に決定しています。それでは、今夜もキーアイホリック。ということで、前回の続きを書いた2009年5月のヤフー時代のブログ記事を PB、プレイバック、掲載しますから、福岡に行ってから1ヶ月余りが過ぎてしまいました。前回、100円バーメンの昇竜の木に行った記事を書いたところで、中断してしまい、続きが遅くなってしまって申し訳ありませんでした。ようやく最後まで書き終わりました。さて24日、きよしさんの福岡サンパレスのコンサートへ行く前に、まずは以前から一度行ってみたかった、100円バーメンの昇竜拳さん、そしてそのお店に行く前に、たまたま目に入ってきたきよしさんの母校である福岡第一薬科大学附属高等学校。きよしさん在校時は福岡第一商業高等学校へ行ったわけです。その足で昇竜拳さんでラーメンをいただいた後、きよしさんの実家のあった大楠町へ向かって歩くことにしました。昇竜拳さんや福岡第一薬科大学附属高等学校の再起駅は西鉄天神大牟田線高宮駅になります。天神から出発して役員、平尾、高宮と駅が続くのですが、きよしさんの実家、当時の再起駅は平尾駅になるようですので、きよしさんを18歳まで育んだのは、特にこの高宮駅と平尾駅を結んで、縁を描いた地域ということになるのでしょうか。きよしさんのご実家があった場所から徒歩数分のところにある高宮中学前交差点と高宮中学校です。きよしさんが演歌歌手を目指して上京されるまでずっと暮らしていらした家があったのは大楠町というところです。
周囲には商店や会社、マンションなどがありますが、地元の知人から教えていただいた、清さんのご実家があった場所は今は駐車場になっていました。清さんのご実家から高宮中学校の正門まで徒歩3から4分くらいでしょうか。高宮中学前交差点の画像の左手側に高宮中学校がありました。高宮中学から清さんのご実家があった方へ向かう道です。きっと、清さんこの道を毎日歩かれたのでしょうね。この日は桜が満開でしたので、たくさんの地元の方たちがお花見がてら散歩をされていて、校庭には部活動をする中学生の姿があり、吹奏楽を練習する楽器の音色が校舎から聞こえてきました。さて地元の知人が教えてくれた清さんの実家があった住所のあたりです。もう駐車場になっていると思うけどと聞いてはいましたが、何軒か分の土地だったようで、かなり広い駐車場になっていました。清さんのご実家のあった場所この時は駐車場に。昨年通りが買った時は大きな建物が建っていました。さて、目的であった昇竜拳さんにも、清さんのご実家があった場所にも行くことができ、その街並みも歩いて、すっかり満足した私は、そろそろ一旦ホテルに戻ることにしようと、今度は平尾駅に向かって歩いてみることにしました。繁華街の天神に近いですし、マンションも多く、都会的な地域です。iPod を持って行ってましたので、望郷の月を聞きながら、駅に向かって歩きました。こんなことを言ったら驚かれると思いますが、この時はまだ平尾レコードさんのことは全く頭になかったのです。すでにすっかり満足していましたので、もうホテルに戻ることしか考えていませんでした。ところが歩きながら、平尾という地名をそこここに目にしているうちに、さすがにぼーっとした私にもスイッチが入ったようで、駅に着く前に、そういえば、清さんの通っていらした平尾レコードさんって、平尾さんが経営しているのではなくて、地名が店名だったのかしら?と、はたと気づいたのです。ファンの皆さんが、この日も多数訪れた、郡川清ファンの聖地とまで言われるスポットなのに、全く考えていなかった私も、私ですね。こんなに近くに行っていても危うく行かないままになってしまうところでした。携帯で検索したらすぐ見つかり、私がいる地点から6分くらいのところにあることがわかり、早速平尾レコードさんに向かいました。お店には夜の部にいらっしゃる予定の清さんのファンでいっぱいでした。奥様はご不在でしたが、ご主人にお会いすることができたのです。先の記事にも少し書きましたが、地元の方で常連さんのような方が、せっかくの地元のコンサートなのに3階席になってしまったと話しているのをご主人は親身になって聞いていて、それは切なかねえというようなことをおっしゃっているのが耳に入ってきました。最近もテレビで紹介されたそうなのでご覧になってご存知の方も多いとは思うのですが、店内は清さんが初キャンペーンでいらした際にサインをされたポスターをはじめ、貴重なスナップ写真、ハワイツアーの写真も、座長公演時のグズなどなどが所教師と飾られていました。清さんへのメッセージ帳もあるのです。私も記念に、浪曲和代を購入したいと思っていたのですが、ご主人と店員さんたちがあの辺になかった金なんて言いながら探してくれたものの、なんとこの日は売り切れになってしまっていて、ご主人は本当に申し訳なさそうでした。この日は朝から清さんファンの方で、お店は大賑わいだったそうです。遠方から宅配で購入される方も多数いらっしゃるのだと伺いました。店内はまだ他のお客さんがいらっしゃったので、そんなに長居はできませんでしたが、オーナーの温かいお人柄を感じて嬉しくなりました。よく来てくれました。ありがとう。と、初めて訪れた人にも、そんな風に自然に温かく接してくださって、思い出深い時間となりました。そう。先に訪れた昇竜拳さんで感じた温かさと似たものを、この平尾レコードさんでも感じたのです。少し余談ですが、実は下記の地図は数年前、お仕事を手伝ってくれていた福岡出身の大学生の方、当時、
からいただいたものです。清さんのファンになって間もない頃の私が一度福岡に行ってみたいと言っていたら、もし福岡に行くことがあったら行ってみてください。と、ご両親お気に入りのお寿司屋さんを教えてくれたのです。彼女も何度か行ってとても素敵なお店なので、ぜひ行ってみてくださいと言って、わざわざご両親からこの地図を送っていただいて、私にくださったのでした。予約をしないと入れないくらい小さなお店なので細かい情報部分にはポストイットを貼らせていただきましたが、この地図を見て、ふふっとその気さくさに一変にまだ知らない福岡に親しみが湧いてしまいました。その当時は清さんのゆかりの地を巡るなんてまだ想像もしていず、ただ福岡に行ってみたいという漠然とした思いだったので、平尾という地名を見ても何もわかりませんでしたし、何も感じていなかったのですが、帰宅してから見てみたらまさにこの地図、平尾レコードさんの近くなんです。今回の福岡旅行では予定が合わず行かれなかったので、次回ぜひ行きたいと思うのですが、清さんを育んだこの地の誠実さ、温かさ、気さくさを感じられるのではないかと思い、ここに掲載させていただきました。さて、清さんを育んだ地のぬくもりを感じて幸せな気持ちになりながら、一度ホテルに戻り、コンサート会場の福岡サンパレスに向かいました。福岡サンパレスは玄界灘に面しているので、窓からも玄界灘が見えるのです。清さんご自身も学生時代にこの会場にいろいろな方のコンサートを見にいらしているそうですね。先日の神奈川県民ホールでのコンサートでも、鳥羽一郎さんのコンサートの時にはお土産に明太子をお渡ししたかったのに、恥ずかしくて渡せず、結局持ち帰って家で召し上がったというエピソードを話してくださいました。素晴らしいコンサートに身も心もとろけそうになり、大きな感動に包まれました。さてここは天神のエルガーラ近くにある清さんのご親戚の営む焼き鳥屋さんです。ビルの2階にあって常連さんでいつも賑わっているそうですが、この日の夜は清さんファンで満員御礼だったそうです。以前、氷川清節文化放送で寺島さんが清さんのご親戚の焼き鳥屋さんの話題をされ、美味しいんだそうですねとおっしゃると、清さんはいと答えましたが、寺島さんがお店の名前をお聞きになると、それはちょっととおっしゃってお店の名前を言うことを控えられていましたので、この記事でもお店の名前やどんなご親戚なのかなど、また看板画像の店名部分はペイントで消させていただきました。でも少しでも雰囲気がわかればと思い、昼間、場所を確認した時に写しておいたお店の看板とドアの画像を掲載しますから。こうして実際に清さんを育んだ地を自分の足で歩いてみて、その土地の温かさを感じました。昨日の神奈川県民ホールでのコンサートで、平凡な家庭に育ち平凡な両親に育てられました。とおっしゃっていた清さん。だからこそ、温かなハートを持ち、ファンのため、支えてくださる皆さんに応えたいと、笑顔の陰で血の滲むような努力をされ、10周年を迎え、丸記事にリアクションしてみませんか？私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。